私が日々のカウンセリングで感じることの一つは心理学用語といいいいいううのはあんまり使わなな方がいいかなっていうことですもちろん心理学用語を知ってその理解を深めるっていうことは自分自身の,この心の理解っていうことに役立って回復に役立つ知識っていうこともあるんですけどもこの単語の響き自体が何か否定的な気分っていうものをこう引き出すっていうことが多いように思うんですね。 どうしても否定的な意味合いで語れることが多いのでそういう擦り込みが普段からこうされてるっていう方がほとんどだと思います例えばトラウマとかフラッシュバックとか脅依存とか DV とかこういう言葉を聞けば聞くほどなんかドロドロドロッとした気分にどうしてもなってしまいますよねでこれを防ぐために私が工夫しているのはその言葉を変えるっていうこと クライアンさんに提案ししたりしてます例えば、心理学用語ではないですけれども、コロナっていうことはありますよね。これはもうマイナスの気分しか出てこない方がほとんどだと思うんですけども、例えば、このコロナの子っていうのを54のどれかにこう置き換えて話し合いをするっていうことをすると、全然空気感が違うんですよね。実際にちょっとやってみたいと思うんですけども、私が今からこの3回言いますね、まず最初の方。 コロナ、コロナ、コロナ。こういう気分になりますよね。じゃあ、このコっていう字をアに変えましょうか。アに変えると、アロナ、アロナ、アロナって。なんか私も言ってて気分が全然違うんですよね。ですから、同じことを話すにしても、この単語を変える、言葉を変える、まあ、いじくるっていうことですよね。することで、全然その自分の心の反応っていうの変わってきますから、話の内容まで、こう、なんかいい流れになってくるっていうことも多いですね。 どうしても自分自身のことですとかあるいは社会的なことであってもいいですしもちろん心的なことであってもいいんですけどもその用語っていうものが何かマイナス感情のトリガーを引いてしまうというものがあってどうしてもそれを頻繁に考えてしまうそして気分がちょっと沈み気味になってしまう悲観的になってしまう重苦しくなってしまうということがああいうでしたらその言葉を変えるっていうことを話す時であっても 相手とと解取ればいいと思い思ますし、自分自身でただ考えるということであればもうそれを頭の中の独り言として言葉を変えてやっていくっていうことでかなりこのトリガーを回避することができて自分自身の気分を悪くさせるっていうことをこう防いでよりいい状態を保つっていうことに役立つのではないかなというふうに思います。